どうも、ドナイ山本です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日のね、千葉県はね、めちゃくちゃ暑くてね、もう死んじゃいそうでした。やっぱ急激にね、気温がね、上がってきてるので、最近。なんか、冬から一気に夏になったみたいな。まだ冬は言い過ぎだけど、なんか春っていう、なんかちょうどいい春みたいな気候がないっすよね。寒いか暑いかのどっちかしかないんで、ちょうどいい気候っていうのが最近なくなってる気がするんですけど、こういうね、季節の変わり目っていうのは、体調をね、非常に崩しやすい時期でして、お年寄りとかが亡くなられる時期もね、こういった季節変わりの時が多いと。適切な格好ですね。服装でもそうだし、部屋の中の布団とかもそうだし、適切な環境を自分で作ることですね。中にはさ、エアコンとかさ、扇風機とかがアレルギーある人いると思うんですけど、やっぱつけなきゃダメですね、そういうのは。つけていきましょう。つけないとね、死んじゃいます。今の小学校とかどうか知らんけど、僕が小学生の頃はさ、学校にクーラーとかなかったからさ、夏は本当にもう悲惨だったね。勉強なんてできるもんじゃねえよ、あんなんて思って。当時のね、小学校の担任の先生がさ、教室にクーラーを作ってあげるとか言ってさ、マジかよって思ったら、なんか木箱に網を通して、その中に氷を詰めて、うちわでこうやって仰ぐとかいう、なんかインチキクーラーを作ってましたね。要はそれほどやるほど、それをやらなきゃいけないほど、何もしないで過ごすっていうのは無理なわけで、本当にね、シャワーとかもね、こまめにね、本当浴びれるときに浴びた方がいいですよ。やっぱ不衛生な感じで、汗べとべとで不衛生な感じで長時間過ごすと、やっぱそれでも体調崩しやすくなるし、あとはね、水分補給は大事ですね。で、コーラとか、そういうジュース系のものって実はあんま良くなくて、スポーツドリンクをね、飲んだ方がいいですね。お茶でもいいし、お茶とかさ、アクエリアスとかポカリスエットとか、そういうものを飲んだ方が良くて、ジュースは良くないですね。とか言いつつね、僕はもうすでにもうこんなにコーラをね、飲んでしまってるんですけど、これはあんま良くないですね。コーラ美味しいからしょうがないんだけど、風呂上がりぐらいにしておきましょう、こういったものはね。というわけで、本当にね、最近暑いっすよ。恥ずかしながらね、僕も2年前ね、熱中症で倒れて救急車で運ばれたことがありまして、急に倒れたんですよ。その前からちょっと予兆はあったんだけどね、もうなんかもう本当しんどいの、だるいの、これ倒れんなみたいな。予兆はあったにもかかわらず、無理してね、頑張り続けた結果倒れてしまったんで、やっぱ結局ね、頑張ってでもそういうふうに倒れたら元も子もないので、あ、これ無理だな、きついなって思ったら、その段階でちょっとね、休むことが大事です。本当に。特にさ、僕は、すごいなんかもう、生まれつき体質が弱いんで、なんかちょっと、虚弱なんで、生まれつき。本当にね、そういう環境の変化とか、気温の変化にすごい影響されやすくて、それだけで僕体調崩しやすいんですけど、もう、本当にね、しんどいです。でも、休めと言ったところで休めない人もいると思うんだけど、やっぱそういう人はね、とにかく寝ることだね。早く寝ましょう。やっぱ睡眠がね、一番大事です。やっぱ睡眠不足っていうのが、やっぱ一番免疫を低下させるし、もう HP 回復しないまま次の日行くことになるから。ドラクエでね、みんな習ったと思うんだよ。一晩ぐっすり寝たら HP が全回復するって。寝なかったらね、HP 回復しないまままた行かなきゃいけないから大変ですよ。そんな感じでね、とにかくね、暑くなってきましたけどね、気をつけましょう。本当にね、夏はね、嫌いです。僕はね、夏は嫌いだよ。夏にいい思い出なんて何もねえよ。花火大会とかもさ、あんま行ったことねえし。暑いんだよな。冬はまだね、着ればいいじゃん。冬はまだいっぱい着込めばなんとかなるんだよ。それにね、この前動画で喋ったけど、真冬の夜に外で食うカップラーメンうまいし、ね、焚き火とかも楽しいし、そういうことがね、できるんですけども、やっぱ、夏はね、やっぱね、僕のね、お母さんのいとこのね、お母さんのいとこに、まさみちゃんっていう人がいるんですけど、まさみちゃんがね、言ってました。夏はね、脱ぐにも限度があるから、辛いよねって言ってましたね。
まあ確かに冬はいっぱい着ればいいけど、夏は脱ぐには限度があるから、全部脱いだところで暑いものも暑いから辛いと。やっぱそれはね、まさみちゃんの言う通りだなと僕も思いました。うん。そんな感じですね。夏なんてね、夏なんて大嫌いで本当に。ああ、何もいいことないんだから。プールとかさ、バカどもが騒いでさ、ね、僕はね、陰キャラなんでね、海とかね、行ってね、遊んだこととかないっすよ。夏といえばね、もうクーラーの効いた部屋でね、これでもかというぐらいにね、クーラーを効かせて、布団毛布までかぶってね、ぐっすりと寝るという、こんなにね、幸せなことがね、他にあるかと。それでゲームとかやるんですよね。ああ、いいな、そういう生活に戻りたいな。うん、楽しかったな、マジで。ほんと好き放題時間があった時はさ、ずっとゲームやっててドラクエとかやってたわ。もう今なんかドラクエとかする余裕ねえもん、ほんとに。ドラクエだって一回始めたらクリアまで50時間あって、その後やり込んだらまたさらに50時間使うからさ、100時間でしょ。1日1時間やるとして100日、あ、もう意外とできるかもしんないな。意外とできるかもしんないけど、やっぱああいうの一気にやりたいんだよね。時間とか気にせずにゲームしたいんだよ。やっぱゲームしてる時ってさ、現実逃避したいわけじゃんか。だからさ、ちょっと1時間しか寝てない。明日は何時起きたから、ちょっと何時まで寝てなきゃって思いながらね、ゲームをやると。それじゃあね、つまんないんですよね。うん。話が脱線しすぎました。何の話をしてたんだ？そうだ。暑いから気をつけようって話だ。うん。ね。ちょっと話がね、いろんなところに脱線したのは僕の悪い癖なんですけども、まあ、要はね、ポカリスエットとかそういうもの飲んで、無理せずにね、頑張りましょうと。頑張んなくていいよ。うん、そういうことです。うん。倒れちゃったら元も子もないからね。はい。というわけでね、まあ、皆さんのね、夏のライフハック。夏を過ごす上でのライフハックとかであったらね、なんか教えてください。僕も参考にしたいです。はい、では。それでは。